ご視聴ありがとうございます。アグリの剣カブトムシボスです。はい、今日の動画ですね、この子ですね、めっちゃ可愛いのが浮かしました。なんかね、サイズはねちょっとちっちゃいんですけど、なんか顎のね太さがね、あの太いですね、めっちゃ太いです。そしてこの湾曲、素晴らしい、美しいですね。これはホペイくんですね。ホペイの国綱くんです。めっちゃ太い、そう、綺麗、なんかめっちゃ綺麗、かっこいい。ホペイいいですね。サイズどのぐらいなんだろう、めっちゃちっちゃいっすよ。ほら、親指ぐらい、親指よりもちょっとでっかいぐらいかな。すごいかっこいい。この顎が好きっすね、この湾曲が、この感じがめっちゃいい、めっちゃいい、この感じ、ほら、あー、いいね、嬉しいな。イケメンだね、めっちゃイケメンで、この子はちょっと温度が高いところで管理してたんで、サイズは出なかったんですけど、ちっちゃくてでっかいのが、ちっちゃくてちょっと太いのが浮かしましたね。めっちゃ綺麗、完品で、本当にね、極太ケット小さくても太いから、なんか迫力がある、すごい、本当にすごい、迫力がね半端ないですもんね。ちなみに同じサイズぐらいのやついるかな、同じサイズぐらいの野瀬さんのね、野瀬さんの子がいるんですけど、これちょっとやっぱでもやっぱこっちの方がでかいか、ちょっと、あれ喧嘩すんだよ。こちらはサイズちっちゃいんですけど、一応大型ケットの子ですね。種親は83ミリあったんですけど、こちらも高温っていうか25度以上のところで管理してたら早期羽化でちっちゃくなっちゃいました。やっぱ低温がいいですね、大クワガタは。20度ぐらいでね、じっくりと育てるとね、大きくなりますよね。めっちゃ元気だわ。本当に違う、ほら、こんな違う、太さが。これ、ホペイ、中国。で、これが、国産だから、一応、国産大クワガタですね。にらめっこしましょう。喧嘩しちゃダメよ。比べたい。ごっついな。ダメですよ。ちょこまかしてる。横は？かっちょいいな。ちょっとほっぺの方が元気すぎる。湾曲がすごくて、なんかお尻がねシュッとしてるみたいですね。ちょっとまだ自分もよくわかんないですけど、もう全然見分けつかないですもんね。もうとりあえず顎がこうめっちゃグイッと曲がってるのがね、ホペっていう認識しかないですけど、でもホペでも普通に国産オオクワガタみたいなやつも羽化したりするんですよね。なんとも言えないですね。でもこの顎がかっこいい。元気やし、めっちゃ元気やし、いいね。
嬉しいな。これちょっと種親決定ですね。この子は取り出していきます。はい、ということですね。今回の動画は可愛くてかっこいいホペイが羽化しましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。